コンドリーザ・ライス、コンドリーザ・ライス、コンドリーザ・ライス、1954年11月14日体は、アメリカ合衆国の政治家、政治学者。学位は、PhD、政治学、デンバー大学、1981年。愛称は、コンディ、カンディ。国家安全保障問題担当大統領補佐官、第20代、国務長官。 第六十六代などを歴任した。現在は、スタンフォード大学教授、政治学、同大学、フーバー研究所上級フェローを務めている。大統領ジョージ・ワオカーブッシュの下で、国家安全保障問題担当大統領補佐官、第二十代や国務長官を歴任した。政治学の博士号を持ち、スタンフォード大学教授、シェブロン元取締役、 2004年11月にブッシュは国務長官としてコリン・パウエルの後任にライスを指名した。2005年1月26日に上院は賛成85対反対13で彼女の指名を承認し、彼女は同日宣誓した。アフリカ系アメリカ人の女性としては初の国務長官。アフリカ系アメリカ人としてはコリン・パウエルに続く二人目、女性としては マデレーン・オルブライトに続く二人目である。また、ブッシュ大統領の第一期目では、アフリカ系アメリカ人及び女性として、初の国家安全保障担当大統領補佐官を務めており、ホーブス2005年版、世界最強の女性では1位になっている。1954年、アラバマ州バーミングハムで、ジョン・ウェズレー・ライス・ジュニアとアンジェレーナ、 ライス夫妻の一人娘として生まれた。父親は、ウェストミンスター長老協会の牧師で、母親は、音楽教師であった。名前はイタリア語の音楽用語、コンドルチェッツアーカーンドオルシェツェ、完美に柔らかく演奏するに由来する。コロンビア大学ジャーナリズム大学院学部長の、ニコラス・レイマンが書いた記事、バーミンハムには、保険業で成功した一組の黒人家族、 ギャストン一家がいた。それに続いて支配していたのは、アルマ・パウエルの一家だった。アルマの父親と、おじは町にある二つの黒人高校の校長であった。ライスの父親、ジョン・ウェズレー・ライス・ジュニアは、高校のガインスカウンセラーとして、アルマ・パウエルのおじのために働き、週末に説教を行う牧師であった。ライスの母親アンジェレーナは教師だった。アルマ・パウエルは、コリン・パウエルの妻。 8歳だった1963年9月15日、友人のデニース・マクネアが白人優越論者による16番街、聖ヨハネ教会での爆弾テロで死亡した。両親は常々、教育が人種差別に対する最高の防御になると教えた。ライスは、あるスピーチで、子供の頃、生まれ育った南部アラバマではウールワースでハンバーガーを食べることはできなかったかもしれませんが、教育に、 熱心な両親の励ましがあったおかげで、努力さえすれば大統領になることだって可能だということに私は何の疑いも持っていませんでしたと語っている。ライスは体制の中にある不平等を克服するには人の2倍優秀でなければいけない。とも語っている。1967年に父親がデンバー大学の学部長補佐となり、一家はデンバーに転居した。 アスペンミュージックキャンプでピアノを学んだ後に、ライスは15歳で、デンバー大学に入学した。彼女の父親は、同大学で副学部長を務め、ザ・ブラック・エクスペリエンス・イン・アメリカクラスを教えた。彼女は、コンサートピアニストになるクラスで学んだが、元国務長官マデレーン・オルブライトの父親で、国際研究大学院、現在のデンバー大学、 ジョセフ・コーベル国際研究大学院の校長で持ったジョセフ・コーベルの国際政治入門クラスに参加しソ連や国際関係への興味を持つこととなった。ライスはコーベルを私の人生で最も重要な人物のうちの一人と語った。ライスは1974年に19歳でデンバー大学から政治学士号を有等で1975年にはノートルダム大学から 修士号を得た。彼女は1977年から国務省に勤務し、カーター政権下で教育文化省のインターンとなった。1979年にモスクワ大学に留学し、ロシア語を学ぶ。1981年にはデンバー大学で政治学の博士号を得る。彼女は英語に加えてロシア語が非常に堪能で、他にもチェコ語、フランス語、スペイン語を介する。 1981年よりスタンフォード大学助教、アシスタントプロフェッサー。87年に准教授に昇進。在野時代よりすでに東欧市、軍事史の分野でも、西望を得ており、クラウゼビッツ戦略学の世界的権威ピーター・バレットの、まとめた論文集にもその論文が掲載されている。 1989年から1991年まで、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権に参画。国家安全保障担当補佐官ブレントス・コークロフトの元国家安全保障会議等欧ソ連部長として、ソビエト及び東ヨーロッパの専門家として、ラツワンを振るう。日本にもたびたび訪れ、海上自衛隊などでソビエト連邦に関した講義を行った。 1991年、スタンフォード大学に戻る。1993年、教授に昇進。同時に最年少で、女性としても、白人以外としても初の、スタンフォード大学の教務局長、プロボストになる。2001年より、国家、安全保障問題担当大統領補佐官として、ブッシュ政権の外交政策立案にあたる。 アメリカ同時多発テロ事件後のアフガニスタン戦争やイラク戦争など強硬政策を推進。2003年、マイケル・ムーアが監督したドキュメンタリー映画、歌詞911にて、ゴールデン・ラズベリー賞の最低女演女優賞、最低スクリーンカップル賞受賞。2004年、パウエルの国務長官辞任を受けて、国務長官に就任。 在日米軍再編や北朝鮮問題に奔走するなど多忙な日々を送る。2006年10月、北朝鮮核実験直後に来日し、内閣総理大臣、安倍晋三との会談で、北朝鮮への制裁と日米同盟強化を確認した。2007年5月、ブダの金融問題が想像以上に複雑で、解決へ少し時間の余裕を与えた。しかし、 忍耐は無限ではない。この点を、太郎、麻生太郎とも、緊密に話し合ったと述べた。2008年11月には、パレスチナ訪問した。ブッシュと共に、イスラエル・パレスチナの和平プロセスを進めており、パレスチナ国家の樹立は近づいていると述べ、その一方でヨルダンガー西岸で、入植活動を続けるイスラエルを、再び批判した。2009年、 ブッシュ政権の退任後は、スタンフォード大学のフーバー研究所に戻り、外交政策をテーマにした本と自分の両親についての本を執筆する予定だと語っていた。2009年3月1日付で、スタンフォード大学の政治学教授、フーバー研究所上級フェローに復帰した。支持者からは、アメリカ屈指の戦略家であり、オフェンシブリアリスト、攻撃的現実主義者と評される。 バランスオブパワーを破壊しようとする勢力には、当然に武力行使も選択肢に入れた王をしなければならないとする立場であり、クラウゼビッツ戦略学の政党に位置するとも言える。経済への理解も深いが、リベラリストのように経済に深入りしすぎた判断をすることもないと、去る対中国への姿勢に特に顕著。自分の経験からアファーマティブアクションには、 効果がないと反対している。批判者からは、ブッシュの政策顧問団の一人でもある彼女を、いわゆるネオコンに分類し、ブッシュ大統領への忠誠心を評価されて、養殖を認めたとする論調も見られる。アメリカを代表するジャーナリストの一人である、ボブ・ウッドワードは、著書、ブッシュの戦争の中で、ライスは、政権内の強硬派であるチェイニーやラムズフェルドに軽く、見られ相手にされてらず、 イラク戦争をはじめ重要な政策の決定においてほとんど影響力を行使できなかったと批判している。ドイツの常任理事国入りにフィッシャードク外務大臣との共同記者会見の席でライスはドイツの常任理事国入りは賛成しないと明言している。アフリカ系アメリカ人であるためにアフリカの反米政権からは軽蔑の対象と見なされることがある。 例えば、ジンバブエの独裁政権を非難したら、ロバート・ムガベ大統領からは、白人の奴隷と軽蔑さ、またハリー・ベラ・フォンテからも、白人にこびる奴隷と似たようなことを言われた。政治的な心情は意にするが、民主党のバラク・オバマ上院議員が、初のアフリカ系大統領として当選した際には、アフリカ系米国人として、誇りに思うと述べている。趣味は、ピアノ。 フィギュアスケート、フィットネス、フットボールと野球の観戦、ニューヨークヤンキースファン、音楽鑑賞、ショッピング。フェラガモがお気に入りのブランドという。好きな作家はドストエフスキー、好きな作曲家はブラームスである。ピアノの腕前はプロ並みで、2002年には、チェロ奏者ヨーヨーマとチャリティーコンサートで共演。2009年3月アメリカの TV トーク番組。 ジェイレノショー出演時には、レッドチェッペンも好きとも発言した。2012年、長年、女性に対して、門戸を閉ざしていた、オーガスタナショナルゴルフクラブは、ライスを、初の女性会員として受け入れた。それまでゴルフを趣味とすることについては報道される、機会はなかったが、2013年には、オーガスタで、フィルミケルソンとラウンドした様子が報道されている。 ライスの IQ は180または200であると語られることがある。ライスの知能指数を科学的に計測したデータが公表されているというわけではなく、これは裏付けのない風説である。なお、ライス本人は事伝において6歳児に受けた IQ テストで136だったことを明かしている。アメリカが収国史上3人目、アフリカ系アメリカ人女性としては、 初の女性国連大使であるスーザン・ライスとは同性であり、たまたま容姿が似ているため誤解されることが多いが、血縁関係はない。独身であるが、本人は独身主義というわけではないとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。